こちらに壇上がありますので、はい、上がって、で次に早川選手呼びますので、はい、はいと返事をしていただいて、前に行っていただきます。お待たせいたしました。アフェデックス新潟、早川選手が入場いたします。皆様、拍手でお迎えください。はじめに、高橋消防団長から早川選手へ辞令書を交付いたします。高橋消防団長、前へお進みください。お名前をお呼びいたしますので、ご起立後、前へお進みください。アルビックス新潟、早川文哉様。はい、の活動時に行うホースの転調を体験していただきます。倒れないように右手でこの袴って言うんですけども、この部分を押さえ踏んでいただいて、あとは伸ばすんですけども、伸ばすときは縦の方を見ながら左足を一歩踏み出すと同時に右手を思いっきり振り上げていただいて、ホース転調になります。
がとうございました。普段なかなか経験できることではないので、まあ、そういうものを今回、まあ、1日だけですけど経験させてもらって非常にいい経験になったなと思います。今日は早川先生から日大院ということで、大変ありがたく思っております。最近宮田消防団もなかなか団員が減っておりまして、まあ、少子高齢化とか人口減少が影響しているんだと思いますが、今年はまた特にコロナということでイベント等も行えないですし、なかなかそういうふうに皆さんにアピールする場所がなくて、RVX さんの地域貢献に大変熱心に関心を持っておられるということなので、お願いをさせていただきました。大変これを機会に少しでも市民の皆様から消防団のことを理解していただければと思っております。大変良かったです。